マーフィーズボロマーフィーズボロはアメリカ合衆国入りの異州南西部に位置する市である。2000年現在の国勢調査でこの都市の人口は13,295人である。ジャクソン軍の軍長所在地でもある。1925年3月18日にこの都市を襲った巨大竜巻で234人の住民が死亡している。マーフィーズボロ市は 北緯37度46分2秒、成形89度20分14秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積12.5平方キロメートルである。このうち12.5平方キロメートルが陸地で、総面積の0.21%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この都市は、 人口13,295人3,704世帯及び2,129家族が暮らしている。人口密度は1,062.8平方キロメートルである。334.4平方キロメートルの面積の中に4,183件の住宅が建っている。この都市の人種的構成は白人79.82%、 アフリカン・アメリカン15.80%、先住民0.39%、アジア1.03%、太平洋諸島系0.09%、その他の人種1.10%、および根結1.77%である。人口の2.72%がヒスパニック、またはラテン系である。この都市の3704世帯のうち、 18歳未満の未成年者のいる世帯が26.4%、同居している夫婦の世帯が39.8%、夫のいない女性の世帯が14.1%、及び単身世帯が42.5%である。37.1%の世帯所有者が独立生計を営んでおり、17.8%が一人暮らしの65歳以上の高齢者世帯である。 この都市内の住民は14.7%が18歳未満の未成年者、18歳以上24歳以下が40.6%、25歳以上44歳以下が18.5%、45歳以上64歳以下が13.8%、および65歳以上が12.5%となっている。中央値年齢は23歳である。 女性100人ごとに対して男性は104.7人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は103.5人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は25,551ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は34,987ベイドルである。男性は28,216ベイドルに対して、 女性は2万11ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は1万3527ベイドルである。人口の21.3%及び家族の15.8%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の31.4%及び65歳以上の10.9%は貧困線以下の生活を送っている。 AB アメリカンファクトファインダーユナイテッドステーツセンサスビューロー。HTTP コロンスラッシュスラッシュ f, inder, Bureau, <coś> f a c t f i n d e r c e n s u s g o v 2 0 0 8年1月31日閲覧。US ガッツアピールファイルズ 2012000&1990 ユナイテッドステーツセンサスビューロー。2010, 2000, http://www.census.gov コロンススララッッシシュュスラッシュジオスラッシュ www スラッシュ gaze t t e r スラッシュ gazet.html 201年4月23日閲覧ありがとうございます。